パリ五輪柔道女子5 2キロ級1回戦が28日、当地で行われ、2連覇を狙う阿部詩は1回戦で出口ケリー、カナダ、と対戦し、大外刈りで一本勝ち。わずか57秒の快勝劇で2回戦に進出した。日本のネット上では、安倍の鑑賞を喜ぶとともに、試合の主審が27日の男子6 0キロ級準々決勝。長山龍二フランシス・ス、ルリゴス スペイン、戦と同じエリザベス・ゴンザレス氏であったことを指摘する声が相次いだ。男子60キロ級準々決勝では長山がガルリゴスに片手締めで一本負けしたが、ガルリゴスが出身の、マテの後も締め技を継続し、倒れ込んだ長山が失神していたと判断されるという不可解な判定があった。それから約半日後の試合だけに、ネット上では、 安倍歌ちゃんの初戦に長山選手の時の審判、エリザベス・ゴンザレス出てきて本気で嫌だったわ、阿部詩の初戦の審判あいつじゃね。阿部詩選手の初戦の審判は長山選手の試合で待てを示したのに締め続けたのを止めなかった人じゃん。などの憤りの声や、審判があのゴンザレスだったから心配だったけど気持ちよく一本。阿部詩選手、昨日の誤審した審判じゃねと思ったらもう勝ってた。 などと、鮮やかすぎる勝ちっぷりを称える声が相次いだ。